ヘッシュ・シュリ・ヒテナウは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベラ・マイスナー郡に属す小都市である。この町は2006年に第46回ヘッセンの日の会場となった。ヘッシュ・シュリ・ヒテナウの中心以外、ヘッシュ・シュリ・ヒテナウは、ベラ・マイスナー郡に位置し、カッセルの南東約 20km にあたる。北を、海抜 643.4m のヒルシュベルクを最高峰とするカウフンゲンの森。 東を、フォー,ー、マイスナー、南東を、アイスベルクを含む、シュテルチンガー山地、南西を、ヒンメルスベルクを含む、ギュンスターレーダー高地に囲まれている。これらの山並みに囲まれた谷町の土地を、ヘッシシュリヒテナウ盆地と称する。ヘッシュリヒテナウの中心部をロッセ川が流れている。ヘッシュリヒテナウ市庁舎、ヘッシュリヒテナウの市議会は、37議席からなる。 2000年2月から直接選挙により選出されたユルゲン・ヘルビヒが主席市長を務めている。ルノワール財団、フィルステンハーゲン地区、ジェローム・アンリルノワール財団の建築軍、ペスタロッジ記念碑、ルノワール家の病床を含む、丘の上の池のあぜに立つ。建築家エリウス・オイベル、1903年建造、1893年に、 カッセルの名誉市民ジョルジュ・アンドレー・ルノワールによって創設された。隣接する農地、大社法府ももともとは、ルノワール財団のものであった。ライヒエンバッハ地区、ドイツ騎士団ヘッセン管区の協会、旧ライヒエンバッハ修道院協会は、ドイツで最も古いドイツ騎士団定住地の意向である。ライヒエンバッハの西、海抜522メートルのシュロスベルクに、ライヒエンバッハ城市が残されている。 ヘッシュシュリヒテナウは、これおばさんの国への門として、ドイツメルヘン街道に加盟している。アウトバーン A44 号線のベイレタール、路面電車第4系統が、ロッセタール鉄道を経由して、直接、カッセル市駅に通しており、平日は30分間隔、月曜日から金曜日の朝は15分間隔、週末は1時間間隔で運行している。ライヒエンバッハ地区近郊に、 国際航空路のビーコンラウがある。ヘッシュシュリヒテナウは、連邦道 B7 号線沿いに位置している。市の東部には、ヘッシュシュリヒテナウ中央インターチェンジとヘッシュシュリヒテナウ東インターチェンジとの間の数キロメートルだけだが、連邦アウトバーン A44 号線が、開通している。この区間には、ベーレタール橋やバルベルクトンネルがある。この道路のカッセルまで、 および盆面までの延長区間は、建設中あるいは計画中である。市内には3つの基礎家庭学校がある。この他に、ヘッシシュリヒテナウには、ギムナジウム上級学年を含む総合学校、フライヘル・フォン、シュタイン・シューレがある。ありがとうございます。